お晩でございます。加藤千武でございます。皆さんね、私朝から何も食べておらんのですよ。非常に何も食べておらんのです。そんなね、お腹が空いてしまったという時にはやはり甘いものがね、食べたくなってしまいますよ。甘いものを食べるとお腹が膨れるっていう風に昔誰かが言っておった、そんな気がします。よろしくお願いします。ということでね、今日は、私が気になっておりました食物があるわけでございます。これです。スバルや、私某小売店をですね、うろちょろしていたらですよ、あ、シベリアだ、ほら見てシベリア、これ懐かしいねというふうなことを言っていました。お客さんがいまして、見てみましたらこちら、懐かしいかなこれ、うん、いやでもなんかね、これどっかで見たことあんな、なんだろうこれ、なんか食ったこと多分ないんだけど、でもなんか見たことあるな、これなんなんだろうこの懐かしい感じと思って、これを作ってるパンのメーカーの名前を見てみましたら、工藤パンで、まあ、このね、工藤パン、これ何を隠そう、私の出身地であります青森県のパンのメーカーなんですよね。この懐かしい感じはこれかと、いや、なんかこれ見たことあんな、聞いたことあんな、でも食べたことはないけどという、この懐かしい感じはもう工藤パンなんですよ。工藤パンのせいなんですよ。皆さん工藤パンって知ってます？まあ全国的に有名と言いますか、たまにそのメディアとかでも取り上げられたりするのがイギリストースト、それは工藤パンの、すごくベストセラーみたいなね、すごく有名なパンなんですよ、もう何でしょうね、青森県の人であれば結構見たことあるし、で食べたこともあるっていう、ものなんですよね、そのイギリストースト。それがね、まあ確かにうまいんですよ。うまいし懐かしいんですよ。ただ東京ではね、全然売ってないです。僕今東京にいますけどね、全然売ってないです。しばらく見てないです。しばらく僕はもう工藤パンのパンをね、工藤パンの作ったパンを食べたことなかったんですけど、これシバルヤね、シベリアを見つけて、これ工藤パンのメーカー、工藤パンが作ったやつなんでね、朝から何も食べてないわけですから、今日はこのシベリアを食べようじゃないかと。ありがとうございます。工藤パンのパンはすごく美味しいです。しかしそんなもんでは、私成人男性です、お腹は膨れません。ということで、これから松屋の牛飯を食っていきたいと思います。加藤千武でございました。パン。